ページをご紹介します。日露協会会長高村正彦様よりの祝辞を代読させていただきます。第3回ロシア映画祭 in 東京の開催にあたりご挨拶を申し上げます。ロシア文化省様の提供で行われる本映画祭は現代ロシアの最新映画が見られるということで大変好評を博しております。映画を通じてロシアの社会事情や人間模様をつぶさに知ることができます。本映画祭を通して日露の文化交流がますます活発になり両国の相互理解と友好関係が深まることを記念いたします。日本ロシア協会会長高村正彦。続きまして、ロシア映画祭実行委員会より国際親善交流センター副会長の藤田正義よりご挨拶させていただきます。お願いします。ロシア語通訳はドミトリー・トカチェンコスさんです。ここはもう通訳なしで、あ、かしこまりました。4時のお客さんばっかりですのでほとんど日本語でやらせていただきます。ロシア映画祭、実行委員会を代表しまして、ご挨拶をさせていただきます。GIC 国際親善交流センターの藤田と申します。よろしくお願いいたします。2017年にこのロシア映画祭は始まりました。今回で3回目を迎えます。この映画祭は、ロシアと日本との文化交流を、拡大させるということを目指して、ロシア文化省という役所が予算を組んで、まあ、それの指示に基づいてモスクワのゴッド木下という会社が請け負いまして、開催しているものです。でただ日本でどういうふうにやっていいか、なかなかいろんな事情がわからないということで、日本での開催準備、会場探しだとか、お客様をどうやって集めるかとか、それから会場運営どうしているかとか、そういったことについて日本側で実行委員会を組織して協力していくと、そういう形でロシア側と日本側が協力して実施している映画祭でございます。この映画祭は現代の一番新しいロシア映画を上映する、それから同時にロシア側からその映画監督やプロデューサーが来日して上映後それを見ていただいたお客様と会場で直接いろんな意見交換、質疑応答を行うと、まあ、この2つが非常に大きな特徴になっております。本日お集まりの皆さんは映画が好きだという方もいらっしゃれば、まあ、ロシア語やってるとか、ロシアと何らかの関わりを持ってるとか、まあ、日本に住んでいるロシア人の方もいらっしゃいますけれども、さまざまな方がいらっしゃいますが、多少ともロシアと関係を持っておられる方はよくわかると思うんですけども、いろいろなロシアとの協力をやりますと必ずハプニングが一つや二つは、起こるということがよくあります。でこの映画祭も1回目も2回目も、いろんなハプニングに見舞われながら、まあ、なんとか、それを皆さんのご協力をいただいて、成功させてきたというような経緯がありまして、実は今回もまた若干のハプニングがありまして、1週間前に、14日に予定していたエビゲイルという作品が、上映できないという事態になって、急遽代わりのそれも日本語字幕付きの映画を探すという、これまた日本が実行委員会としてもなかなかの腕前だと逆にびっくりするぐらい、我ながらびっくりするぐらいのことなんですけども、まあ、そういうことが、よく、起こる中で、まあ、それでも、いろいろなんとか成功させていこうという皆さんの協力のおかげでうまくやってきたというところです。で特に今回は先ほどメッセージお祝いのメッセージいただきました日本ロシア協会、それから日露交流協会、それからにその2つの団体に実行委員会に参加していただきました。それから在日ロシア大使館や、ロシア文化フェスティバル日本組織委員会、それから日本ロシア文学会といった団体にも、講演をいただくことができました。さらに、この映画祭の実施にあたって日本語字幕も日本側で今度は作ろうと、去年その日本語字幕で若干ハプニングがあったもんですから、日本側でしっかりした字幕を作らせてくれということで、
その字幕作りにロシア語を専門にやっておられる学生院生の方々たくさん協力していただいて、それからこの宣伝のために、あるいは会場の確保のために、専修大学とか東京大学、東京外国語大学、創価大学、早稲田大学、お茶の水女子大学、それから慶応義塾大学、たくさんの大学の関係者の方にもご協力をいただくことができました。そういう多くの方の協力でこの映画祭が支えられて、やっとうまく実施されているんだということを、ここでは特に強調してご報告させていただきたいと思っております。それで何といってもですね、日本とロシアというのは隣同士の隣国ですし、世界一広大な国土と豊かな資源を持っているロシアと、そのすぐ隣にある日本というのは、ロシアと日本で交流協力をしていくということは避けて通れない非常に大事な課題だと思っております。でその意味でこの映画祭が日本とロシアの両国の文化交流、あるいは相互理解の一つの助けとなって、お互いの国をよく知り合う一つのきっかけになっていければいいなというふうに思っております。で最後に今後ともさらに多くの皆様に協力をしていただいて、応援をいただきながら、もし事情が許せば、この後まだロシア映画祭をさらに続けていけるといいなというふうに思っておりますので、ぜひ皆様にもいろいろとご協力をこれからもいただきたいと思っております。最後になりました。どうぞ今日から1週間です、ロシアの映画を存分にお楽しみいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ロシア映画祭実行委員会国際親善交流センター副会長の藤田正義でございました。これより、ロシア映画祭 in 東京代表団長よりご挨拶をさせていただきます。ゴッド機能社代表セルゲイ・ノボジロフ様、ご登壇ください。ロシア語通訳はドミトリー・トカチャンコさんです。皆さんこんばんは。Мне очень приятно третий раз привозить российскую делегацию для открытия дней российского, нового российского кино в Токио. そして、ロシア新作映画の映画祭 in 東京に、こんなロシア代表団を連れて来日することは、嬉しく存じております。Фильм открытия у нас сегодня большой, поэтому я говорить много не буду.Я бы хотел вам представить нашу делегацию, которая находится сегодня здесь. 本日上映させていただく映画は結構時間が長いので、そんなに長くは喋らないようにしたいんですけれども、簡単にロシア代表団の皆さんを紹介したいと思います。アレクサンドラ・ジュコワ、наш программный директор, которая отбирала все фильмы. ロシア映画祭 東京プログラムディレクターアレクサンドラ・ジュコワさん、今回のプログラムを選択した人です。プロデューサー、脚本家、映画専門家です。で本日は一番緊張しているのは、本日の映画のプロデューサーであるルドミラ・レオンチェワさんです。また別の機会でこの映画の話をします。Катя Устюгова, замечательная актриса, режиссер, вы видите ее фильм «Право выбора», «Вера», все правильно. そして次は素晴らしい俳優、女優である映画監督のカーチャ・ウスチューゴワさんで、今回の映画祭で彼女が監督だった選択の権利、ベーラ・ハンという映画がございます。Максим Колосов, актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме «Курьезы», который будет представлен завтра в посольстве Российской Федерации. そして明日ロシア大使館で上映される予測できなかった出来事という映画で主役を演じた俳優のマクシム・コロソフです。Режиссер, который фильм «Курьезы»,
そしてその次は同じ映画の監督であるアンドレイ・ムイシキンさんです。ありがとうございます。プロデューサーです。そして自分がその同じ映画のプロデューサーとしてちょっと緊張しております。アナスタシア・ウシュンソーヴ、исполнительный продюсер фильма «Смерть нам к лицу». そして俺たちに死が似合うという映画のエグゼクティブプロデューサーであるアナスタシア・グセンソーヴァさんです。サーシャ・グラファトライエクマン、главный приз на одном из известнейших российских фестивалей «Окно в Европу». そしてロシア国内の最も有名な映画祭の一つであるウィブルグ映画祭で、受賞者になった映画です。режиссер этого фильма «Смерть нам к лицу» Борис Гуц. そしてその次は同じ映画の監督のブリス・グッツさんです。И, режиссер первого фильма на кабардинском языке, вы знаете, что Россия многонациональная страна, глубокие реки, Владимир Битоков. そしてその次は、カバルディナ語の最初の映画の監督のブラジミル・ビトコフさんです。でご存知かと思いますが、ロシアは多民族的な国家なので、その中にカバルディナ人という民族があって、そのカバルディナ語の映画です。ウチナイカルサンドロサコロワカトロ。そして日本の方々がよくご存知の、アレクサンドル・ソクーロフという有名な監督の弟子です。Но я хочу поблагодарить нашего верного талисмана Дмитрия Ткаченко, замечательного япониста, с которым мы третий год вместе, как и с японскими коллегами, которым также хочу сказать огромное спасибо во главе с Фусидэй-сан за подготовку этой недели. そして最後に今回3回目なんですけれども、毎年の通訳者のドミトリー・トカチェンコに感謝をしたいと思います。そしてこの映画祭の幅広い準備に協力していただいた藤田さんをはじめとして日本側の皆さんにも深く感謝をしたいと思います。У нас за эти три года появилось очень много друзей среди японских кинематографистов. Рады многих видеть здесь. Спасибо огромное. И я передаю микрофон Людмиле. そしてこの3年間で日本の観客の皆さんの中で、観客の皆さんも含めて、映画専門家の皆さんも含めて多くの友達ができましたので、今回は再びにお会いできて嬉しく存じております。それでは次に、本日上映させていただく映画について一言ルドミラ・レオンチェワにお願いしたいと思います。Добрый вечер. Для нас большая честь показать здесь наш фильм «Начали своего пути». Он был показан только в трех городах: Благовещенске, Москве и в Лондоне. Мы очень старались, чтобы он вызвал у вас эмоции сильные. Надеюсь, что вы их будете переживать не один день, несколько. Но после фильма мне очень важно услышать от вас ваше мнение. Мы обязательно поговорим об этом фильме. Я буду вам очень благодарна. Хочу сказать, что я продюсер фильма, а режиссер фильма Константин Лопушанский, народный артист России. Минасан, конбанва. 本日、黒いガラスという映画を上映させていただくことは光栄でございます。今までその映画を上映できたのは世界の3都市だけです。ボラゴウェシチェンスク市、ロシアのボラゴウェシチェンスク市、そしてモスクワ、そしてロンドンだけです。そして皆さんはその映画をご覧になっていただいて、その後にも何日間経ってもその映画についていろんな考えをしていただけるかと思っております。そして私はその映画のプロデューサーでおりますが、監督はコンスタンチン・ロプシャンスキーというロシアの人民アーティストです。ということです。ありがとうございます。そして Q&A の時にまた話をさせていただきたいと思います。そして映画を楽しんでください。